皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせております今期2022年秋アニメ海外人気各ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第6週目ですね、海外人気各トップ10という全部で、3サイトですね、アニメトリンクさん、アニメコーナーさん、アニメトリックさん、それぞれの、トップ10、順番に紹介していきたいと思います。というわけで、今期もね、早いことでもう折り返しというところですが、今回のランキングもめちゃくちゃ順位変わってますね。あの作品たちの人気が爆上げというか、ある意味あの作品の順位はめちゃくちゃ下がってるとも取れる、ちょっと難しいところでもあるんですけど、これね、人気上がってるってところもあれば、あの作品は下がってんじゃないかね、まあ、その辺は今僕自身の考えを交えつつ話していきたいなと思いますがね、これだから海外ランキングはやめられないという、こうね、非常に面白い感じになってますね。ぜひ最初から最後までお楽しみいただけたらと思います。まあね、皆さんの今回のランキングに対する感想、また皆さんのまたこれやおもろいんち、これもっと言えばいいよとか、そういうご意見なんかもあったらぜひね、コメントいただけますと嬉しいです。というわけですね、まず、アニメトレーニングさんのトップ10紹介していきたいと思います。それはですね、こちらというところで、モブサイコ103期1位でございます。3ランクアップ1位という、これね、めちゃくちゃ神回持ってきましたからね、もうこれはもう打倒、もう圧巻の1位というところじゃないですか。3ランク上がって、これ初ですね。アニメトレーニングはね、ずっともうチェンソー、スパイ、チェンソー、スパイみたいな感じでね、こうね、あの交互に、1位を取ってた感じでしたんで、1週目がスパイファミリー、2週目がチェンソーマン、3週目がスパイファミリー、4週目が、チェンソーマンが1位という感じでね、こうなってて、また次はスパイかと思ったら、今度はスパイが4位に落ちてしまったという中で、モブサイコは一気に上がってきました。で、今回ですね、チェンソーマン、さっき言ってたチェンソーマンは5位に落ちて4ランク下がってしまったというところでね、聞くところによると、海外でやっぱあの銃の悪魔のあの描写のカットがかなりやっぱ批判を呼んでるみたいな話は聞いてました。やっぱね、あれ原作でもものすごくやっぱ衝撃を受けるページだったもんですからね、まあ、これやっぱアニメ漫画をアニメに落とし込む上での難しさっていうのを感じますよね。そう、そのままね、あれ多分セリフとか入れててもっていうとか正直するんですけれども、じゃあもっとやりはあったんじゃないのってやっぱ思うところもあったりと言って、まあ、それがちょっと海外評価結構出てきたみたいでね、5位に下がってしまったというところですね。で、特筆すべきは2位、ボッチザロック4ランクアップという、こうね、ボザロがガン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 順位を上げて、ついに2位まで来たぞという、これすごくない？これ、いやね、ほんとキララアニメ、日常系アニメで、ね、こんなに海外評価高いの見たことないかもしれないってぐらいなってますよね。やっぱね、キララ作品って本当に海外ランキング上位来ないんですよ。アイドルものもそうなんですけど、これは毎回言ってて、だからしょうがないよねぐらいに言ってる作品の中で、やっぱこれいかに面白いか、いかに人気できてるかって、国内ももちろんですけど、海外でこの評価されてるのは正直本物だなって僕は思いますよね。最近ちょっとボザロがね、評価されすぎて、なんか逆にみたいな感じの、ちょっと感じが結構してるんですけど、私自身。まあそういうコメントも実際いただいてるんですけれども、いいんじゃない？これは盛り上がって。まあ、あんまりさ、過剰に持ち上げすぎて他の作品を貶めるみたいな感じまで行くと、ちょっとね、それはもちろん、もちろんそこでなんかね、変な感じになってるかなと思うんですけれども、いや、だって素直に言うのめちゃくちゃ面白いじゃないですか。ね。クオリティめちゃくちゃ高いですし、それがまあ、海外でも、評価されてるのかなっていうところでね。まあ、5話ね、もうめちゃくちゃ神回でしたからね。はい。まあ、6話もね、まだ新キャラ的に盛り上がってきたかなというところでね、この先も楽しみすぎますが、2位というこれ、どっかで1位取るとき来るかもしれない。ちょっと、これは正直僕マジで予想してなかったんで、めちゃくちゃ嬉しい誤算という感じかな。はい。で、もう一回、もう一つびっくりなのが、第3位。機動戦士ガンダム、水星の魔女、なんと5ランクアップしてさ、ガンダム海外不人気神話がね、どんどん崩れていくわけですよね。まあ昨日のね、キャラクター人気ランキングでもびっくりの結果になってたわけですけれども、いやもう国内はね、ずっとやっぱ1番2番、まあ正直ボッチか、ボッチザロックか、水星の魔女が派遣だよねっていうのがもう正直3話時点ぐらいずっと言われてたことなんで、まあこれ国内ランキングだったらそんなね、違和感ないかもしれないですけど、海外でこうなってるのはやっぱちょっと面白いというか、ああすげえなってやっぱ、まあガンダムやっぱね、そう評価されててよかったなっていうなんかすごい思いが強いですよね。やっぱね、ランク外とかも多くて、最初のこう、なんでやってあんな俺やねみたいなこと言ってたんですけど、まあそのガンダムらしさが増してきたのもね、それはまあ一つ、いい影響なのかもしれないですけどもね。3位に上がりましたと。
4位スパイファミリー、5位チェーンソーマン、先ほど言った通りと。第6位、まあ、スパイファミリーもね、めちゃくちゃ面白いですけどね。ちょっと上が強すぎる、ちょっと強すぎるかな。第6位、ブリーチ千年決戦という、こうね、ワンランク下がって、6位、ブリーチめちゃ熱いですけどね、これ、そう熱すぎん、この気持ちで。だからね、影の実力者になりたくて、4ランク下がっちゃいましたね。ね、前回ね、あ、影の実力者も海外の人が評価されてんだなと、私だけが酷評したのとか言ってたんですけどもね、まあ、ちょっと今回下がっちゃいましたよ。まあ、とはいえないですね。はい。で、第8位、僕のヒーローアカデミア、ロッキというところね、ヒロアカ、ロッキ、ワンランク上がった8位という、これ、正直ね、これやっぱ順位なんか低いかなって僕思っちゃうんですけれども、まあ、難しいところですよね、ちょっとね、層が厚すぎるかな、単純に。なんかその、絶対評価が落ちてるかっていうよりは相対的に厳しいのかなと思いざるを得ない感じでね、まあ、ヒロがもっと上でもいいかなと思うんですけど、じゃあ何をしてあげるかっていう、でももうお前そういう難しさがあるかなと思いますよね。第9位、アークナイツというこれ、アークナイツも2ランク下がってもね、2週連続トップ10入れというこれ、僕かなり厳しいこと言っちゃったんですけどもね、海外はね、依然と評価されてるのかなっていう感じはしています。はい。第10位、夫婦以上、恋人未満というところで、夫恋ですね、再びトップ10入ってきました。ね、風光ちょっとハマってきました、私。海外では非常にもともと評価高いみたいなんですけどもね、また10位入ってきてますというところでございます。あかりちゃんやっぱ可愛いわ。はい。ね、しおりちゃんも可愛いですね。はい。では続いて、アニメコーナーさんトップ10紹介していきたいと思います。それですね。こちらというところで、ブリーチ千年決戦再び1位でございますという声、投票圧倒的ですね。11.90%。ブリーチも激アツでしたからね。これ1位はね、やっぱ分かる。まあ、さっきのね、まあ、6位、まあ、正直、他の先も強いから難しいんですけどね。アニメコーナーはね、やっぱブリーチがめちゃくちゃ人気かなって、海外にもやっぱすごいわけですよね。最終章っていうところなんですけど、ここまでこう人気なのはものすごいなと思って、もう何週連続だ？もう4週連続1位かっていうところで、とんでもないね。アニメコーナーちょっとブリーチが独走状態になってきてますがね。4週連続ブリーチ1位取ってきてますとなってます。で、モブサイコ103期が3ランク上がって2位、やっぱね、いかに神回やったかってところですね。こっちも3ランク上がりました。で、第3位。ヒロアカ6期。ヒロアカはね、こっちは上がってきて、ね、3ランクというところね。ヒロアカはやっぱね、これ評価されるべきだなと思います。これ嬉しいですよね。そう、でもやっぱね、これサイトで結構違うのがまた面白いよね。いかにこう、拮抗してるかっていうのも言えるかなというのは思います。毎回ね、サイトごとに特色があると結構やっぱ似通るんですよ、なんだかんだね。なんだかんだね、この似通う中で、ちょっと今回はね、割と順位が結構違うなっていうところね。そんだけ、やっぱ拮抗してるのかなと思います。第4位、ブルーロックという、さっきアニメトレーニングでランクインしませんでしたけど、ブルーロックこっちは4位に入ってるというところね、海外もね、しっかり評価されているというところですよね。ブルーロックはアニメトレーニングは何やったかな、ブルーロック、あ、ブルーロック11位ですね、でもアニメトレーニング、ギリギリトップ10圏外って感じですね。はい。で、第5位、チェンソーマンというこれ、3ランクなら5位というこうね、こっちでもチェンソーマンがバーンって下がっちゃいまして、よっぽどやっぱ銃の悪魔の描写のカットがあってのも、まああったのかなと思いますけどね。いや、総じてね、5はめちゃくちゃ面白かったですけどもね。正直あの描写か、まあエンディングかどうとか、そんぐらいの話じゃない？正直ね。うん。っていう中でも、やっぱ思ったよりもそこが評価が落としてなおしない。まあそれ以外の要因もあるかもしれない。まあご存知の方ぜひね、コメントを押していきますと嬉しいですが。はい。ちょっとびっくりですよね、これはね。うん。なんかね、そろそろもうチェーンソーマン全部1位なんじゃないとか前回言ってたんでね、そういう面ではちょっと僕は驚きですわ。はい。で、第6位、影の実力者になりたくて、これも3ランク下がって、まあ、正直この影の実力者に関してちょっと他のレベルが高すぎた感は正直あるかなって、まあ前回決め替えって感じではありましたからね。はい。じゃあね、スパイファミリー2クール目という、このスパイファミリーがこう7位にいるこの強さよね。このレベルの高さというところです。第8位、ボッチ6、ボッチ6これ1ランク上がって8位と。第9位、夫婦以上恋人未満、1ランク下がっても9位というと、こっちもね、非常に人気ですよね。やっぱりね、安定してトップで入ってきています。第10位、うるせえやつらという、これ、10ランク上がったという、これ、ね、なんかサプライズ的感じですけども、一気にバンと上がってきたというところでね。で、アニメコーナーに関してはね、ガンダムが入ってこないわけですよ。モビルスーツガンダム、これずっと17位なんですよ。前回も3週連続ぐらい17位でね、ワンムシ、もう、ねえ、ほんとまさしく呪われてるんじゃないかと。どこですけどもね。まあでも、とはいえ他のセット上がってきてるのアニメコーナーも上がってくる可能性はあるのかなとは思ってますよね。はい。っていう中でね、ブリーチがなんと4週連続1位ということで、これはもうおめでとうございます。さすがと言おうかな。はい。またね、来週も1位取れそうですよね。もう激アツやばかったからね、最新のもね。はい。では最後ですね、アニメトリックさんのトップ10紹介して以上となります。それはですね、こちらというところで、チェンソーマン1位でございますというところね。もうアニメトレックスはチェンソーがずっと1位だったかな。チェンソー先週も1位ですし、その前も1位、
お前もダンススコアで落ちてきてるの、それだけ気になるけど。うん、そうっすね。チェーンソーマン、あ、そうか、最初だけそうかやってないから2週目から始まって5週連続1位というところね。だんだんね、スコアが落ちてきてますね。この1560、これは気になりますけど、オブザイコのスコアやっぱ7130にめちゃくちゃ高い、上がってきてますよね。前回のスコアが、そうですね、5655、めちゃ高いですけどね。まあ、1位から3位までは変わらずというで、やっぱね、全部のサイトの中でアニメトリックスが一番順位の変動は少ないかなっていうのは思うんですけど、そんな中でもですね、ブリーチが1ランクアップ、水星の魔女が1ランクアップ、ボッツロックはなんと2ランクアップというところでね、着実に上げてきてます。で、影の実力者やっぱ下がって、軒並み下がっちゃいましたね、今回ね。やっぱ前回のアイアン、アスミックがちょっと日々、ね、からのちょっと落差があったのかなと思いつつですけれどもね、はい、8位になっちゃった。まあ、とはいえトップ10入りですよね。はい、で、アニメトリックス1位チェンソー、2位がモブサイコ、3位がスパイファミリー、これもやっぱ非常に安定してますよね。やっぱ水星の魔女がね、やっぱ上がってきてるんですよね、人気がね。あとアニメコーナーさえ入れば、もうボッツ・ザ・ロックはものすごいですわ。もうアニメトレーニングが2位まで上がりましたけどね、しね、アニメコーナーも8位、アニメトリックスも2ランク上がって6位という、軒並み順位を上げてきたぞというところ、さすが神回5話と言われるだけありますがね、やっぱ感動ライブシーンでもありましたけれどもね、はい。この先ちょっと、まさかのボザロが全部1位とかってありえんくないなって言ってか、どっかで1位取る可能性ありますよね、やっぱりね。まあ一番の確率あるのはアニメトレーニングかなと思いますけど、ちょっとこれはマジで予想しなかった。正直僕はいくら国内で評価されてもなかなか海外ランクトップ10にも入ってこないんじゃないかなって思ってしまった。それだけ人気出づらいんですよ、本当に。全然入ってこないわけで、なんでやっていうのは結構ある中で、やっぱこれはものすごい、いかにすごいかっていうのは、また海外で評価されてるのはやっぱすごい嬉しいなっていうのはね、思いますよね。もうこれ2期待ったなしだ、マジでね。円盤も売れてたし、原作も売れてるって話ですね。もう来たわ、はい。で、もう早くから2期、早くも2期楽しみですけど。いやいや、ヒロアカ6期、ヒロアカ順位から7位と。で、影の実力者は4ランク下がって、第9位、ブルーロック1ランク上がって9位と。第10位、アークナイツ。まあ、アークナイツとブルーロックが入れ替わったという感じですかね。まあ、アークナイツも、ね、やっぱ海外も評価されてるかなというところでございます。ブルーロックがね、もっと上がってきてほしいけど、まあ、次の回ぐらいかな、盛り上がってくるのはね、非常に、まあ、楽しみだと。はい。という感じで、今回の今期2022年秋アニメ海外人気各ランキングトップ10第6週目の、トップ10の紹介は以上となります。ご視聴いただきありがとうございます、ね。皆さんの今回のランキングに対する感想ですとか、皆さんの今期一押し作品とかね、まあ、ご意見の方にぜひね、コメント教えていただけますと大変嬉しいですので、僕自身も毎週この海外人気ランキング、また配信人気とか、海外評価とか、個人的ランキング上いろいろね、動画上げてますので、ぜひこの機にチャンネル登録をね、してきますので嬉しいです。ということで、今回ね、ボツアローがもう一気にガンと順位上げてきて、またモブサイコやっぱ神回だったわけですね。さすがの順位ですね。ついにね、アニメトレーニングで1位を取ったぞというところで圧巻でしたし、水星の魔女もね、海外で人気ないとか言われてましたけど、どん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 感動も人気出てきたという、俺は非常に嬉しいところなんじゃないかなと思います。またチェンソーがね、まあアニメトリックスは1位でしたけれども、まさかのね、アニメコーナー、アニメトレーニングは大きく順位を下げるというところで、ここも驚きのポイントでございました。はい、皆さんの意見もお待ちしてますので、今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。